私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソナウリ、四つの口が物語る四つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る十翼の目が。中落外にその名を知られたこの太政丸が帰って両手ついてた。今日のが俺の妻になると言ってくれ。俺の妻になると言ってくれ。闇の中で苦しみもだえている。この無念の闇に私を突き落とした者に戻りあれ。私は聞きたくない。これ以上恐ろしい話はもうたくさんだ。本当のことが言えねえのは人間だ。嘘だ、みんな嘘だ。太政丸の話も女の話も。やめて、そんな目で私を見るのやめて。あんまりです。私を撃たれても、いえ、殺されても構わない。あんまりです。時平安の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻。人、格闘、激闘、行き詰まる男と男の決闘。平然と嘲笑う妖鳥たる美女、神か魔か、荒廃の都の一角。人間の喜怒哀楽を風と共にそびえて聞いた大羅城門。東宝が送る豪華巨編「蜘蛛の巣城」。もののけの住む森。その森に囲まれ猛襲の霧渦を巻く城、蜘蛛の巣城。権力の座。その権力の座を争う者、そしてそれを血であがなった者の末路は、血で血を洗う戦国絵巻。そしてまたここに権力に疲れ血に狂う女。殿の行く道はただ二つ。じっとこのまま大殿に斬られるのを待つか、大殿を殺して蜘蛛の巣城の主になるか。主君を殺し、腹心を殺し、また友を殺し、また手をと修羅猛襲の果てに狂い死にした蜘蛛の巣城主鷲津武時の怪奇な一生。戦国秋月城に隠された莫大な黄金と美しい姫をめぐってしのぎを削る敵と味方。世継ぎの姫を守って大胆不敵にも敵中突破を企てる忠義の武将、黄金に目のくらんだ二人の百姓。日本映画界の最高演技人を総動員して描く問題の黒澤明作品「隠し砦の佐川国の」。私も16、命に何の代わりがあろうぞ。姫様、忠義に準ずるは臣下の面目。小冬殿もさぞ喜んで。嘘じゃ、私が小冬ならこの生き姫おらん。姫様、お言葉がすみませんぞ。それでは六郎太殿の達成がござりません。どい。ご兄弟、その方の顔、目も嫌々。妹を殺して涙一つ流さぬ、その注意顔、姫様。とにかくあの青大将、ただの代物じゃねえや。何を考えているか油断も隙もならないぞ。うん、もしかすると金200貫もとっくに見つけ出して、こっそり運び出していくかもしれねえ。お、こいつはありそうなことだろ。いや、人せにちいね。はらやきこ、意味を言わねえ。やきまい。美女と黄金を守って敵陣を突破する冒険と活劇に満ちた勇壮な娯楽巨編、隠し砦の三悪人。日本映画史上最大のスケールを誇る豪華時代劇大作、隠し砦の三悪人。日本映画最高の巨匠を投じて、世紀の巨匠黒澤明がワイド画面いっぱいに描く勇壮豪快な戦国の大スペクタクル巨編。冒険と活劇、スリルとサスペンスにあふれる波乱万丈の物語、隠し砦の三悪人。隠し砦の三悪人。用心棒にどうだ。腕は今見せる。ああ、面白いもん見せてるか。地獄の入り口で顔を合わせたこの二人。このざまだ。だから言わねえこっちゃねえ。6人ぐらいじゃ手不足だ。とてもうまく料理されてたな。あんないい腕を持ったやつはこの近くにはお前しかいねえ。それでもしかするとあの6人叩き殺したのはお前じゃねえかと思ってね。刀かピストルか、宿命の対決。こっちに来るんじゃねえ。今さらそれを申してどうなる。たとえどのような魂胆があっても押して押して無理押しにでも腹は切らせる。笑うやつは勝手に笑うがいい。人それぞれの心など到底計り知れるものではない。呵責なき幕府の制約のため罪なくして死刑を滅ぼされ奈落の底にあえぎうごめいている浪人者の悲哀など異色に憂いのない人には所詮わからん。世まいごとはそれだけか。武士の面目などと申す者は単にその上辺だけを語る者。控えろ、つぐも半四郎。どうした。さあ、もう時刻ゆえあげましょう。いいかい、俺君が。感動妙人。捕まつ。そこで足かけて上、これでもうちょっと前へ乗り出せませんかね。なったら死にも生きるも我々9人10人だ。てめえらのやること危なくて見せられねえや。こう金魚のうんこみたいに繋がってこられちゃ始末が悪いな。どっかおとなしく片付いてるとこねえのか。菊江龍之介は自分の剣だけを信じて生きておる。剣を取って戦うときは親も子も兄弟もない。早速に果たし状の早飛脚をやれ。芝飯倉の机の長屋へな。して勝負の期日は明16日、場所は芝増上寺大門右手の松林。時は人通りを避けて夜明けの小野国。可愛いおめえたちをこんな手だれのお侍の相手にはできねえや。証しもないのにお墨付きか。嫌じゃ、隅田は嫌じゃ。心は静かに。嫌じゃ、嫌じゃ。待て、こちらの意図を知られたからには生かしては返さぬ。改めて現参いたす。てこの柴犬を狙う。死ね！恨み。見ろ！白衣を着てる！こいつが政府の長兵官だ！やっちまえ！死ね！汚しりゃいき待ってたよ。来た、もうこの望み通り乗ってやったのさ。死んでいた朝に弔いの雪が降る。はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ。因果の締めるじゃがめの傘一つ。命の道を行く女、涙はとうに捨てました。義四郎は生きている。先の人力。待ってくれ。逃がしはしない。義四郎は必ず俺が。聞いてくれ。もう一つ、あんたに言っておかなくてはならんことがある。義四郎は、塚本義四郎はよく見てごらん、私の顔を。お前たちがなぶり者にしたその女にどこか似ていると思わないか？信玄なき武田の軍団が行く。しかし彼らはその死を知らない。おい、妙な噂が流れておるぞ。親方様が敵の弾に撃たれ。やいやい、寝ぼけ眼を相手しかと見ろ。親方様はあれにござるわ。少しばかりの兵を動かしても信玄があるかあらぬかはわからん。よし、攻めてみよう。攻める。伊豆港、駿河の武田を攻める。地獄の黙示録のフランシス・コッポラ、スター・ウォーズのジョージ・ルーカスの友情に助けられて、黒澤明が世界に問う空前の大作。よくざんすね。よくざんすか。おい、サイクルの音変わったな。何言ってやがんで。いにしきる気け。座頭市を切れるか。おめえただのあんまじゃねえだろ。あんたも血の匂いがするな。こんな狭いところで刀そんな風に掴んじゃダメだよ。明日黄昏時までに四千右衛門を討ち取れ。ようだな。二人の娘が日々育っていく様子を見ているのは、例えば畑の作物や草花の成長を眺めるのにも似て、実に楽しいものでがんす。この子たちを抜け。落ち着いて考えれ。あなたは昔とちっとも変わりましねの。私の方はすっかり変わってしまいましたども。ひょうだろう。これ以上続ければ私はあんたを切るぞ。結構だ。早く抜け。なぜ清兵衛様が果たし合いに。残されたご家族の方にはわしが責任を持って世話をさせるさげ。それ伺って安心でがんす。観念しろ。わしをよく見た報いだ。大空に歌声。父上の敵討ちを手伝ってください。楽しもうぜ姉ちゃん。悪いな、少し汚しちまった。万次さん、大丈夫？かすり傷だ。